ビートマニア、ビートマニア、ビートマニアとはコナあとのコナミデジタルエンタテインメント、コナミアミューズメントが1997年に稼働した音楽ゲームである。ビーマニシリーズの第一作。また、同タイトルを関する家庭用ゲームソフトや携帯ゲーム、携帯電話用アプリケーションなども存在する。1998年末に始まった音楽ゲームの ブームのきっかけを生み出したゲームの一つ。2002年夏に最終作としてビートマニア・ザ・ファイナルが稼働しシリーズを完結した。海外版としては北米でヒップホップメイニア、イギリスと韓国でビツキッチというタイトルで展開されていた。海外での家庭用版はイギリスでのゴタミックス2をベースとしたもののみが存在す。北米においては単体での移植は行われず、 後述するビートマニア EX とのカップリングでの発売となった。その際、タイトルはビートマニアと日本版に合わせられた。アーケードにおいては直径の派生シリーズとしてデバイスにボタンを2つ増やしよりヘビーユーザー向けに開発されたビートマニア EX と本シリーズの直接的後継機としてエフェクタ機能充実など音響面での強化を目指して開発されたハイスペック機。 ビートマニア3が存在する。また、本シリーズの略称の一つである、ビーマニをもじり本シリーズから派生した一連の、コナミの音楽ゲームシリーズは総括して、ビーマニシリーズと命名された。本、シリーズ、および、それに追随した、3シリーズのことを総称して、デバイスのボタン、鍵盤数から、特に5鍵や5鍵盤と呼称することがある。この呼称は、 EX シリーズが7鍵や7鍵版と呼ばれたことから発生したものであるが EX シリーズが使用できるボタン数からメロディアスな音楽性を追求した一方で本シリーズがアダーグラウンド的なアプローチを試みていたことフォースミックス以降から顕著に現れているから単なるボタン数の意味を超えて音楽的な思考での差別化の意味も含めて用いられる場合が多いプレイヤーは クラブの DJ となり、楽曲をサンプラーを模した5つのボタンと、レコードプレイヤーを模したターンテーブルを用いて演奏し、オーディエンスを満足させつつ、規定曲数をこなすことが目的。画面上部から落ちてくるノート、オブジェが画面下部の赤いラインに重なった時に対応したデバイスを操作する、押す、あるいは回すことで、そのタイミングの正確さに応じて、 ジャストグレート、グレートグッドバッドプアの5段階、ジャストグレートは、コンプリートミックス以降の追加仕様を、ただしゴーズミックスの一部モードを除く。また、初代のみ、プア判定は、ワーストと表されるの判定がなされる。判定基準は曲により異なり、一定しない。ジャストグレートは、画面上の表示は、ジャストグレートではなく、虹色に光る、グレットであるため、 ピカグレと表現されることも多い。また、ここから派生して、通常のグレートを表示色から、キグレと表すこともある。画面中央部には、クラブのオーディエンスの興奮度を示す、グルーブゲージが表示されており、これは演奏の判定が、グッド以上であれば上昇、バット以下であれば下降する。一つのステージ、楽曲が終了する時点でこのゲージが、一定量に達していれば、ステージクリア。 満たない場合はその場でゲームオーバーとなる、コンティニュー可能。規定されたステージ数をこなすことでゲームクリアとなる。二人プレイの場合は、セカンドミックスまでは基準を達していたプレイヤーのみ、次のステージへ、サードミックス以降はどちらかが基準を満たせば、両者と次ステージ進出となる。プレイ中にデバイスを操作することで、オブジェクトごとに割り当てられた音が鳴るという点から、 ゲームのプレイは楽曲の演奏に近いと言える。このため、ゲームの目的は楽曲を綺麗に演奏することであると還元できる。これゆえに、指示を無視したアレンジプレイもまた一つの醍醐味である。なお、一部楽曲には鍵盤に割り当てられた音で別の曲が弾けるという偶然的なこともプレイヤーから発見されることもある。本シリーズの作品をプレイするにあたり、 使用可能なオプションについて解説する。プレイオプションについては原則として、ゲーム開始時、タイトル画面表示中に行う形となる。ただし、コンプリートミックス2以降では、曲選択画面での変更も可能になった、クラブミックス、フィーチャリングドリームズカムトゥルーを除く。なお、コンプリートミックス2では隠し要素である。基本ルールをもとに、シリーズを重ねるにれて、 モードやフィーチャーが増加、それぞれ特殊なルールが付加されるようになった。シリーズで一貫して、システム GX のカスタム基板 DJ メインを使用している。性能面では1997年当時においても、やや旧式のものであり、後発バージョンでは公式サイト等で、スペックの限界に悩むコントもしばしば見受けられた。特に、コアリミックス以降、シックスス、ミックス以降は、 筐体外ランキングのデフォルトゲームに高性能な基盤が欲しいというメッセージが入れられ続けたが、後日の通り最後まで基盤が変更されることはなく、ザ・ファイナルでは We Need More High GHS PEC とおえつまじりで最後まで言えていないかのような表現がされた。他の B マニシリーズでは基盤の変更によりハードウェア性能の向上を行われることがあったが、 ビートマニアシリーズでは高性能機、ビットマナイアイとして、筐体ごとを置き換えることが意図されたようである。ビートマニア3のページも参照。しかしビットマナイアイの出回りが、今一つ伸びず結局後のバージョンでは1機種分の予算、期間、スタッフでビートマニアとビットマナイアイの2バージンを、同時にリリースすることとなり、またすでに、アッパーバージョンが存在するゆえに、 ビートマニア自体のスペック向上も行われることはなかった。ブラウン管の老朽化に伴って最近では新しいブラウン管に交換されている筐体もある。またスクラッチを別物に交換することも可能。古くて画面が見づらいモニターが多いとされるが新型で見えやすいモニターに交換されていることもある。地元でも現役稼働で残っている場合がかなり多い。 ゲームの性質上、アーケード版の操作デバイスと家庭用ゲーム機の標準コントローラでは操作性が大きく異なるため、アーケード版のものを模した専用コントローラがいくつか発売されている、いわ、プレイステーション用コントローラの一例。その他にも、アンオフィシャル製品として、DJ 版等が存在する。プレイステーション版は、単体で起動する、キーディスクと、 起動にキーディスクを介する必要がある、アペンドディスクに対別される。また AC 版にはない OP ムービーが追加されていたり、シックスミックス、コアリミックス、タイトル画面の BGM が、AC 版ではなく家庭用オリジナルの BGM が、使われている作品もある、セカンドミックスにあたる、PS 版ビートマニア、アペンドサードミックス。PS 版全般においては、 PS2 の高速読み込みモードでプレイすると、BGM とノートの同期がうまく取れず、曲が尋常ではない速さで再生され、ノートが異常な速さで降りてくる、まともにプレイできなくなる場合がある、通常読み込みだと起こらない。以下、キーディスクとなるソフトの末尾にをつけて区別することにする。液晶携帯ゲーム、ソフトウェアではなく、それ単体で遊ぶことができるとして発売されたもの。 同様の形態でポップンミュージックやダンスダンスレボリューションのものも発売された。本作をモチーフとしたタイピングソフトマスターダモードではキーボードのタッチタイピングによってビートマニアと同じシステムで楽曲を演奏する。使用するキーは最大でアルファベット26文字スペースキー。収録されている全曲が3分程度の新規。 ロングバージョンとしてアレンジされている。ビートマニアのロゴを冠したポータブル CD プレイヤーや CD キャリングケース等が発売された。ちなみにキャラクターの中にはサードミックスの J ダンスポップのムービーに登場し歌っている女の子のキャラクターのマリちゃんというもののが存在するのだが実はデザインした VJ 魚に寄せられたあのキャラクターの名前は 何なのかとの質問に対して名付けられたものである。5件ビートマニアで登場したキャラクターの中では、初登場からかなり時が経ってから名付けられ、キャラクター設定が付けられたものと推測される。なお、クラブミックスのスナッチャー楽曲は、家庭用オリジナルではなく、AC 版で最初から収録されていたものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。